スペースビズ編集長の太田です。宇宙ビジネス超入門者向けに世界や日本で起こった宇宙ビジネスのトピックニュースを簡潔にお伝えします。今回は号外ニュースとしてスペース X 社衛星インターネット月額99ドルで提供について述べたいと思います。10月下旬にスペース X 社は衛星インターネットサービススターリンクの利用を希望する方に月額料金や初期費用を案内したようです。スターリンクはパブリックベータテストを開始し、このテストはベターザンナッシングベータと呼ばれています。ないよりマシとは面白いですね。月額99ドルで利用できますが、初期費用には衛星に接続する端末や Wi-Fi ルーターなどを含むスターリンクキット499ドルが必要になります。すでに iOS および Android 向けアプリスターリンクも配信されているんです。開始時は米国とカナダのみを対象にしていますが、世界各国に広げていく計画となっています。100億ドルの投資が年間300億ドルの収入を生み出す試算をしているんですよね。驚きです。またスペース X 社はマイクロソフト社と宇宙事業で提携すると発表したばかりです。マイクロソフト社のクラウドサービス Azure をスターリンクに接続させるんです。宇宙空間でのインターネットやクラウドサービスは地上での地震などの災害にも影響を受けにくいですし、通信インフラのない地域にも提供されるので重宝されると思いますね。ご清聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。上にマーク出てます。お願いします。